申します。よろしくお願いします。挨拶を始める前にですね、2点皆様に、謝罪をしなければならない。それは何かというと、一つ、22日本当に、非常に大きな攻防戦といいますか、住民の皆さんに対するいじめにも近いような排除が行われました。その現場に、足を運べなかったこと、それ以前にも足を運べなかったこと、皆さんにまずお詫びしなければなりません。遅くなりました。申し訳ございませんでした。やはり国会議員が一人でも現場に立って、皆さんに対する不当な弾圧をしっかりと目撃して、それを国会の中で取り上げるという、本当に生でそれを見なきゃいけないということだ、生で見なきゃいけないということはあったと思うんですけれども、それが叶わなかったこと、それを皆さんに、一つお詫びを申し上げたいと。そしてもう一つお詫び申し上げなければいけないのは、今までの人生の中で沖縄に対して、この基地問題に対して大きく自分の中で時間を割いてこなかったこと、社会の問題にはほとんど興味を持たずに、沖縄の基地は下手をすれば、これは沖縄に基地がなければしょうがないんじゃないか、何も考えずにそんなことを思い続けてきた。でも私の場合は、私の場合は原発事故をきっかけに、社会の問題にやっと目を開くことができた。その中でこの沖縄がどういう不条理を押し付けられているかということにやっと気づけたんですね。あまりにも、それに気づくのが遅すぎたという点も皆様にお詫びしなければなりません。本当に申し訳ございませんでした。で、辺野古も高江ももう答えは出てるんですよ。どのような形でか、民主主義の手続きとしてはっきりと答えが出てる。民主主義って何なのかってことですけれども、これは民衆による支配ですよね。それを手続きとしてしっかりと指し示すものが選挙であると。民主主義において正当な手続きである選挙、これによって沖縄の意思ははっきりとした、何度もの選挙にわたってこれははっきりした事実なんですよ。一番直近の選挙でもなんと大臣を務めてる人間が議席を失ってしまってるんです。それぐらいはっきりしてるんですよ。沖縄はもう気持ちは一つなんですよ。辺野古に対しても、ここ高江に対しても、そして米軍に対しても答えははっきりと出している。少なくともこの国が民主国家ならば、この手続きを前に、この結果を目の前に、この高江の、このオスプレイパッドですよね、これを作ることは絶対に許されない。当たり前なんですよ。これこの国はじゃあ民主国家ではないのかって話ですけど、当たり前ですよ。民主国家じゃないです。見てください。ここに集まってる住民の方々、そして私のように、住民ではないけれども、このように足を向けてね、マイクを握っているようなものもいる。その何倍の機動隊員警察が今ここに来てますか。一体何のために、一体何のためにこの工事は行われるのかって、アメリカ様のためですよ。アメリカ様と、そしてその国内の利権、これを建設することによって儲ける人たちのためにこのオスプレイパッドは作られ、辺野古の基地も作られる。どこがこれの民主国家なんですか。そうだ、国家の私物化って言うんですよ、こういうの。そうだ、沖縄ではもうはっきりしてる、答えは出てる。でもその民主的な手続きの結果を無視してしまって、今工事を無理やり進めてる。オスプレイが来るなんて聞いてないんですよ。オスプレイが飛ぶなんて聞いてないんですよ。蓋を開けてみたらオスプレイのためのパッドじゃないかって。そうだよ。それさ、この国でアメリカ様が練習するんだったら自分の国でやりゃいいじゃないか。そうだ、当たり前でしょこれ。そうだよ。どうしてわざわざよその国でやるのか。当たり前ですよ。この国が植民地だからですよ。そうだ、今まで日本は一度も独立してないんですよ。それを感じないでしょ、おそらく多くの方々が。どうしてか、間接的に支配してるからですよ。アメリカ国内でオスプレイの訓練というのは本当に制限されてる。その訓練されてた土地での生態系に影響を与えるコウモリだったり植物だったり、そういうことで地元の住民から大きな反対が起こった場合は、これオスプレイ飛べなくなったり訓練できなくなったりしてるのがアメリカの現実なんですよ。でもここでは住民の民家すれすれにも飛べるし、その民家を取り囲むようにヘリパッドまで作る。この国は誰のものなんだ。この高江は誰のものなんだ。
沖縄は誰のものなんだって話ですよね。そうだ、食べるもんじゃないぞ。沖縄は沖縄に生きる人々のものですよ。そうだ、高江は高江に生きる人々のものですよ。そうだ、それを先祖から受け継いで、そして今そのバトンを次に渡すためにここに立ってるんです。皆さんは、そうだ、沖縄の答えははっきり出てる、高江の答えもはっきり出てる、江戸子の答えもはっきり出てる。その民主主義の手続きである選挙の結果さえも無視するっていう事態が、もうこの国は普通ではないってことをはっきりしてるんですよ。そうだ、危ないぞ。皆さんがやったこと、まあ、その場にいたかどうかは分からない、でも考えていただきたい。22日の強制的な排除、これ不当弾圧ですよ。ここで声を上げる人々に対しての、肋骨を折る、首を絞める、殴る、皆さんは何のために今のお仕事に就かれたんですか。この国に生きる人々の生命財産を守るために、おそらく機動隊を目指したりね、働いている部署にそれぞれ就かれたんですよね。命令が下されればそれに従うしかない、それは当然のこと。その命令を下す方に問題がある、これ当然のことなんです。皆さん命令には背けない、そんなことをしてしまえば職を失ってしまうから、皆さんも生きなきゃいけない、それは当然のことですよ。でもね、この現場を離れた瞬間に自分の中で今行われていることを考えていただきたいんです。自分で情報を探して、一体今この国はどこに向かっているのか、そしてこの高江は、辺野古は、沖縄はどういう目に遭っているかってことを自分の中でもう一度調べて、自分の中でもう一度考えていただきたい。命令には背けない、職を失うから、それは仕方ないのかもしれない。でも今このようにね、皆さんここに集まってる住民の皆さんは暇だから来てるんじゃないんですよ。時間が余ってしょうがないからここで時間潰してるわけじゃないんですよ。それぞれに暮らしがあって、仕事があって、その合間を縫って皆さんこの場に立たれて、そしてこの森を壊すなと、私たちのこの生活環境を変えないでくれと、当たり前のことしか言ってないんですよ。ただのわがままで言ってるんじゃないんですよ。この現実を、この現場を離れた時にぜひもう一度調べていただきたい。沖縄とはどういう存在だったのか、辺野古は、高江は、そういうことを機動隊員の皆さんにも、そしておそらくアルソックの皆さん、正社員の方々少ないですよね、おそらく非正規で働かされてるでしょ。もうこの国に生きる人々でさえも食い物にされてるんですよ、安く働く道具として。そのような政治が行われてるんです。だとすれば民主主義の手続きなんて無視するに決まってるじゃないですか。人を人とも思わない、この国に生きてる人々を守ろうとさえしない、逆に食い潰す、そのような政治が行われている。それはあなたの生活からも見えることなんですよ。もう一度この現場を離れた時に、この国の在り方、沖縄のこと、自分の中で調べて深めてくれませんか。ただ単にこの場に来て何となく職務で立ってるって、こんなバカな話ないですよ。そうだよ、私たちがただこうやって向き合ってね、押したり押されたりとかしながらっていうところに何も意味なかったら、これほど悲しいことはない。一体どんな意図があってこのように対立させられてるのかということを自分の中でもう一度見つめ直していただきたい。本当にこの国が独立をする、日本として自分たちの意思を持って何事でも物事を決めていけるっていう当たり前のことに行き着くためには、ここに立っている住民以外の防衛局の方にも、機動隊の皆さんにも、アルソックの皆さんにも考えていただかなきゃいけないんです。建設会社の皆さんにも力を貸していただきたい。そしてこの基地建設、ヘリパッド建設は間違いである、これが証明される日が必ず来るんですよ。必ず来る。どうしてか、多くの人が気づき始めてるから。今まで沖縄の外に出なかった情報が今やもうネットで大きく全国に伝わってるから、だから皆さん全国から呼ばれてるんですよ。沖縄にいる機動隊だけでこの現場回せると思いませんか。九州から来てる皆さん、関西から来てる皆さん、どうして俺たちが
沖縄まで行ってこの入り口を守らなきゃいけないのかと思いません？沖縄の機動隊だけでこれ回せると思いません？人数的に OK でしょ。でもどうして全国から呼ばれてるか。今政治があまりにもデタラメすぎて皆さんの生活を脅かしながら自分たちの私腹を肥やしてる。政治家と企業と官僚とマスコミ、これ一体なんですよ。これいつか破綻するんですね。その中身がバレた時に爆発するのは誰か。この国に生きてる人々ですよ。その時に関西から九州から今どうやって住民と向き合って黙らせるかっていう訓練をさせられてるんですよ。皆さん沖縄にいてる機動隊だけでこの現場賄えるでしょ。それをどうして大阪から呼ぶの？どうして東京から呼ぶの？どうして九州から呼ぶの？この国破綻に向かっていってるんです。はっきり言ってそうです。その破綻を迎えた時に国民のこの国に生きる人々の不満が爆発する。その時の練習を今皆さんさせられてるんですよ。じゃなかったらどうしてそんな税金投入して全国から集めますか。考えていただきたいんです。機動隊の皆さんにも防衛局の皆さんにもアルソックの皆さんにも。人間を食い物にする、そして人間の暮らしを食い物にするような目先の利益だけ、これによって国がどんどん壊されていってる現実がある。それを含めていただきたい。今日この現場に立ったのは偶然でも何でもなく、それを考える機会を住民の皆さんが与えてくださったと、そういうふうに私は思ってます。それを受けます。それを受けます。お話がまとまりませんけれども車両が来たようです。また搬入する気ですか。どこまで作ったとしてもこれは必ず止まる日が来ます。辺野古も高屋も全国の人が、世界中の人が今この国がやっている権力の暴走、これを見続けている。沖縄から全国の人たちが学んでるんですよ。国境警察のドライバーさん、福岡ナンバー1312の機動隊に乗り換えて、国境建設の3代目の大学です。マジやめてー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 。